ここは我が家のキッチンなんですけど、もうね、築30年のお家なので、水回りがね、やっぱりどうしてもその30年の歴史があるっていう感じで、で、このね、扉のパネルは、なんていうのかな、グレーのような、ちょっと紫のような感じのものなんですけど、で、ここについてるね、この取っ手、これがね、ちょっと汚れが落ちないですよね。こんな感じで。こんな感じでね。で、これをどうしようかなと思って、こんな感じでね。で、新しいその取っ手をこの数分買うと、まあ、結構な金額になるんですよね。要は、ほら、上にもこうやってあるから、こうやってね、あるので、で、じゃあどうしようかなっていう時に、ちょっと DIY で木のその角材を買ってきて、これが取っ手にならないかなっていうふうにちょっと考えてるんですよ。なので、これをね、ちょっと長い道のりになりそうなんだけど、チャレンジしてみようかなっていうふうに思います。こんな感じで、カズさんがカットしてくれたんですけど、で、もともとこれ1メートルぐらいあったんですよ。で、それをね、電動のこぎりで切ってくれて、で、そうすると、ちょっとやっぱりこう欠けちゃうんですよね。こう大きいささぐれになっちゃうっていうか。なんで、それを、このね、硬いヤスリで、こうやって、綺麗に、滑らかにして、手が当たるからね、やっぱり、ささくれになると怪我しちゃうといけないので、で、最終は、こんな感じで、滑らかにして、でそうすると、こんな感じになる。で、これが、こんだけあるんですね。この数分あって、で、こっちのウレタン、これはね、ケヤキっていうのと、こっちがですね、チークって言うんですよね。で、これ、チークの方がたくさんあるから、こっちを使いたいんだけど、もともとのね、色味は、こっちの方が好きなんですよね。例えばだけど、私がよく使ってるこの家具とかね、そういうものも全部ケヤキなんですよ。なので、ちょっと試して塗ってみて、どっちにしようか決めようと思います。そしたら色が違うんですよ。こっちがケヤキ、こっちがチーク。こっちがケヤキ、こっちがチーク。そんなに変わらないか。今回はチークにしようかな。たくさんあるから。じゃあこれを塗っていきます。これがここに隙間ができる。そうすると、こうやって持った時に、ここがね、こうやって押さえられる。こんな感じで。これが、もし何もないと、ここを持たなきゃいけなくて、結構力がいるけど、ここに隙間があるから、これを押さえ持って、こうやって引っ張る。まだ1個しかできてないけど、こんな感じ。これをずーっとできるかしらと。おう。ほら、想像通りだったわ。これを使ってここにね、ちょっと細工をしてみると、こんな感じで。まず入れて、そしてこうか。ほら、こうなってで閉めると。いいじゃんね。